リアルネットワークス。リアルネットワークスはインターネットメディアデリバリーソフトウェア及びサービスの提供企業。本社はアメリカ合衆国シアトル。日本法人は東京都渋谷区にあるリアルネットワークス株式会社。音楽圧縮フォーマットリアルオーディオ及びビデオ、圧縮フォーマットリアルビデオやメディアプレイヤーリールプレイヤーでよく知られている。国外では オンラインエンターテインメントサービスも運営しており、ガール。また、携帯電話事業会社向けのリングバックトーンやメッセージングサービス用のサービスも展開している。リアルネットワークス、プログレッシブネットワークスが最初の社名は、1995年にマイクロソフトの元重役が創業した。当初は革新的かつ政治的コンテンツの配給経路を、 提供することを目的としていい。その後すぐに技術ベンチャーとなり、インターネットでの音楽配信促進を目的とするようになる。1996年10月には、ネットスケープコミュニケーションズとともに、RTSP リエルタイムストリーミングプロトコル標準化イニシアチブを結成している。1997年9月、プログレッシブネットワークスは、リアルネットワークス、 ディールネットワークスに解消、同年11月にはナスダックに株式上場した。ストリーミング市場では先駆者であり、インターネット上で初期の音声イベント配信などを手掛けた。例えば、1995年のヤンキース対マリナーズの野球中継など、1997年、初のストリーミングビデオ技術リアルビデオを市場に出した。いくつかの記録によると、 2000年までインターネットの85%以上のストリーミングコンテンツはリアルネットワークスのマットだった。2012年1月26日、インテルはリアルネットワークスの保有するストリーミングメディア関連特許とビデオコーデックを買収することを発表した。買収は約190の特許と170の特許出願、ビデオコーデックソフトウェアが対象となり、 買収金額は1億2、0ドル。インテルはライバルである AMD に、ストリーミングメディア技術において大きく引き離されており、本買収により、AMD との技術的な差を埋めることを目指すとしている。2000年1月20日、リアローディオのファイルを他のフォーマットに変換する製品を開発した、ストリームバックス、インクに、販売差し止めを求める訴訟を起こした。 2008年9月30日、新製品レールドベドを発売。このソフトウェアは販売されている DVD タイトルのコピーをセーブ可能なものだった。個人が所有していない DVD でもコピーできるため、リアルネットワークスは、これがデジタルミレニアム著作権法に違反しており、リアルネットワークスの加入していたの規約にも反していること発売後に気づいた。裁判所により、 当該製品の販売差し止めが命じられた。は、リールプレイヤーをインストールせずにレルミディアの再生を可能にするソフトウェア、フリーウェアだが、すでに開発は終了している。最終バージョン2.02は2010年2月19日にリリースされた。それには、メディアプレイヤークラシックが含まれている。2010年はじめ、26歳のオランダ人ウェブ管理者、 ヒルブランドエドスックスがリアルオルターナティブに自身のウェブサイト www.co.decpack.nl へのハイパーリンクを挿入したとしてリアルネットワークスが彼を訴えたリアルネットワークスはそのリアルオルターナティブがリバースエンジニアリングされたパッケージだと申し立てている一方トファイルヒポはそのソフトウェア製品をホスティングし続けているが問題にされていない 2011年11月、リアルネットワークスによるエドスックスに対する訴えは却下され、リアルネットワークスは彼に4万8000ユーロの賠償金を支払うよう命じられた。この事件と裁判の詳細は公表されている。本社は、米国ワシントン州シアトルのダウンタウンにある、1995年リリース、音楽を再生できる、 メディアプレイヤーとしてスタートし、動画の再生、動画ダウンロード、変換、編集、クラウド連携などの各機能を追加してきた。最新バージョンには、写真と動画から、ショートムービーを作成できるリエルタイムズの機能も搭載している。写真と動画から、ショートムービーを自動作成、編集、アレンジできるアプリ。作成した。 ショートムービーあるいは撮影した写真や動画をオンラインに保管しておき、スマホタブレットパソコンテレビなどの各デバイスから再生、共有することができる。各デバイス向けのアプリあるいはウェブブラウザから利用可能。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。